大変多くの皆さんに早くからお集まりいただきましてありがとうございます。本日はイルミネーションの点灯式にお招きいただきましてありがとうございます。このイルミネーション、本来でしたら今年は夏に行う予定で15回目をもって終了するかもしれない、そんなお話を伺っておりました。ご存知の通り、オリンピック・パラリンピック大会が来年に延期となりましたが、そして今、感染症の影響を受けてこの歌舞伎町、まだまだお客さんが戻ってこない、人が帰ってこない、そういう状況が続いています。そうした状況を少しでも打開をしよう、明るく安心で、そして歩きやすい、そういう歌舞伎町を取り戻していこうという、フィスターさんをはじめとする歌舞伎町区役所通り歓迎の会の皆さんのご尽力によって、このイルミネーションの準備が進んでまいりました。新宿、そして歌舞伎町はおそらくこれまでに経験したことがないような逆境に立たされています。しかし町の皆さんが、民間の皆さんが力を合わせて、このような催しを通じ、もう一度明るさを取り戻そう、そういう動きをしてくださいました。区役所といたしましても、歌舞伎町の一住人の一つの事業者として、これからも皆さんと力を合わせて、この町を必ず再生させるために、皆さんと一緒に努力をさせていただきます。今日のこの雨が降って、また地固まるで、明日からもこの町が発展しますことをお祈念申し上げますと同時に、ご協力いただいた全ての皆様に本当に心からの敬意を表しまして挨拶とさせていただきます。皆さんこんばんは。ただいま紹介に預かりました、新宿警察署長の渡辺でございます。本日は新宿歌舞伎町区役所通りのイルミネーション式にお招きいただきまして、ね、誠にありがとうございます。またこのように、イルミネーションの式が挙行されましたことを心よりお喜び申し上げます。また皆様方におられましては、先ほどから警察行政多方にわたりご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。この場をお借りしまして御礼を申し上げます。さて、このコロナ禍における新宿署管内の情勢でございますが、実はですね、一つのバルメーターとして拾得物の取り扱いというのがございます。落とし物を拾っただとか、という届け出の数ですけれども、これがですね、コロナ禍の前と比較しまして、先月末現在で、約3割減という数字になっております。他方ですね、人手はそのように減になっているんですけれども、110番の数につきましては、すでにコロナ禍前と同じぐらいの件数の110番が入っております。それと残念ながら留置場の方もですね、現在すでに満員になっております。このような状況の中で、我々警察としてもですね、やれることをしっかりやっていくという署一丸となってやってまいる所存でございます。来年東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。今日であと263日ということでございましょうか。この歌舞伎町においてもですね、オリンピック開催の際には多数の外国人が観光客なりがですね、来客されることが予想されます。この町の安心安全のためにも、引き続き違法なぼったくり、客引きなどの取り締まりを推進してまいります。そのためには皆様方をはじめ、館内に住んでいらっしゃる企業、あるいは各行政機関との協力のもと、しっかりとこの治安対策を推進してまいります。そのために皆様方のご理解ご協力を賜りたいと存じます。ただいまご紹介をいたしました、町長会の方でございます。まずは、佐賀会長、3M が15年も続けて、本当にご努力、感謝し、また感謝申し上げます。歌舞伎町は先ほど来、ご挨拶の中で、夜の街歌舞伎町という、変な風評が、出てしまいまして、全国的に歌舞伎町一番街のアーケードから始まり、
コロナはこういうところから、こういうところから始まったんだっていう風評被害が、本当にあの我々肉商の商売をしている私どもにとっては本当にありがた迷惑な話、その時から本当に歌舞伎町は火が消えたみたいな街になりまして、なんとかしなければいけないということで、思いました。藤沢さんがこの、イルミネーションをやっていただけるということで、本当にあの今の歌舞伎町としてはありがたいと思っております。歌舞伎町としても、コロナ対策を万全に、進めておりまして、飲食店の多くの飲食店の皆様も協力していただいて、本当にあの安心安全な歌舞伎町ということで頑張っておりますので、どうかこれからも歌舞伎町よろしくお願いいたします。収束の目処が立っていないという状況でございます。日本においてはダイヤモンドプリンセス号、そこからクラスターが発生しまして、そこからそのコロナの恐ろしさというものを市民に感じたのではないかと思います。ここ新宿では、まあ、夜の街歌舞伎町と名指しをされてしまいましてから、風評被害で皆さん本当に苦しい思いをしております。まあ、あの実際感染された方は出ておりますけれども、その風評被害たるや大きなもので、私たち本当にあの大変な思いで過ごしております。まあ、あのそれから、まあ、テレビや何かで、出ますと、すぐに先ほど片桐理事長からもお話ありましたよ、歌舞伎町一番街ですか、そこのネオンが出て、いかにも夜の街イコール歌舞伎町が悪いイメージがなかなか払拭されていない今でございます。まあそれは、まあ、打ち勝つためにも私たちはこれから努力をしていかないといけないと思います。まあこのような中、このイルミネーション15回目点灯できましたことを本当に嬉しく思っております。そして、正午の音楽隊で素敵な音楽を演奏していただき、ここにお集まりの皆様と一緒にカウントダウンできましたこと、本当に良かったなと思っております。一時はもうちょっと諦めた方がいいのかなと思いましたけれども、まあ、この事業というのはお給料で賄っております。この経済低迷している中で、このご寄付が集まるかどうかということが一番心配の種でございましたけれども、まだまだ見切り発車ではございますが、皆様の温かいお気持ちが少しずつ集まってきております。あのこの、まあ、あの本当にこちらに協賛された方 の名前、まあ、会社の名前ですけれども、出させていただいております。それから皆様にお配りいたしましたこのフェイスシールドは、筑豊商会様からのご協賛でこうやって使っていただくものですね。ですからこう、メガネのようなあれではございませんけれども、まあ、首にぶら下げてこうやってくだされば、あの、ま
ス防止になるかなということで思って作りました。それからこのピカピカ光る雨、まさにイルミネーションふさわしいんじゃないかと思いますけれども、区役所通り沿いのミニストップに置いてございます。1個500円なんですけれども、これを1つ買っていただくごと、チャリンと100円に寄付していただけることになりますので、地味な活動ではございますが、どうぞ皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、この家具貴重はまだまだ私たち民間の力で頑張っていかなきゃいけないですし、私の本教語としては、勇気と元気と達成、活気を歌舞伎町に取り戻そうという、そういう気持ちで、おります。まあ、皆様と共にコロナに負けず、風評被害に負けず、皆様と共に歌舞伎町を盛り上げていこうじゃありませんか。本日はどうもありがとうございました。はい、